金美館はかつて存在した日本の映画館である。ミス経営の個人商店として発足し、1931年に株式会社金美館本部として法人化した。20館余りの映画館を有するチェーンであった。現在のチッタエンターテイメントの前身である。本校ではミス商事株式会社設立以前にミスが興業をしていた映画館、戦後も 金美館を冠していた映画館、法人としての金美館本部について記述する。1922年、東京吹田豊島郡日暮里町をあざかなすぎに創業した。1930年末、南足立郡千住町に1920年以前から続いた千住劇場を買収して、千住金美館と会場、1936年に駅前通りができ、そこに入り口を新設し、 通りの名は、千住金美館通りと呼ばれるようになった。1937年、川崎市に進出、同市小川町に六館の映画館を開業した。この頃東京の金美館チェーンは二0館に達していた。第二次世界大戦によって、イリア金美館、梅田金美館など数劇場を残し、多くの劇場を消失した。川崎の六館の映画館も消失したが、 1945年7月、戦時中の最末期に、川崎銀星座を復興する。戦後は、川崎市小川町8 2本社を移し、川崎、蒲田を中心に劇場を展開した。1949年4月18日、新たにミス商事株式会社を設立し、川崎、蒲田の劇場は、同社の経営になった。ミス商事設立と前後して、 都内の金美館の名を冠する劇場はミス以外の手で興業されることになった。梅田金美館は1949年まではミスが興業を行っていたが、翌年から人手に渡った。消失した千住金美館は1951年11月にミスが再開館させたが、1956年に手を引き、1961年には閉館した。 1950年7月には荒川区小久町に金美館を工業主として荒川金美館が開館している。しかし、1954年には人手に渡っており、1958年には閉館した。また、同じく小久町の小久金美館の跡地には1952年1月に武蔵野工業が映画館を再建しているが、小久映画劇場と命名され、 金美館の名がつくことはなかった。イリ金美館は1950年に田辺田島の手に渡り、同志は同じく金美館の名を使用し、向島金美館を1953年3月に開館している。同館は1971年1月に閉館した。1950年12月には、第三金美館の跡地に金美館本部の監査役であった。 相場武タを支配人として、日暮里金美館が再開館しているが、翌年12月には売却され大和工業の富塚、資料の手に渡った。1991年10月、最後まで金美館の名を残していた道館も閉館している。イリア金美館が、かつて存在した台東区イリア1丁目の2丁目の300メートルの通りは、金美館通りと、 同感が存在しない現在も呼ばれている。対正末期の1924年から1926年、1934年、1940年、1942年、1949年の資料による金尾感チェーンである。なお、資料により、各劇場の経営者をミスの個人名としている場合と、法人の金尾感本部としている場合があるが、ここでは、 いずれの名義で記載された劇場も含めた。また、戦後、ミス以外の手によって開館した劇場はここから、覗いた。ありがとうございます。